7本目順当、順当は解釈とも言いますが、神殿流では順当、切腹する人の後方または左後方ぐらいに座りますね。そしてこの辺りに解釈しようとする相手ですね、切腹する人がおったとしたら、そういう仮装し方をして切腹する人の気持ちが乱れないように静かに、これ鞘離れもありません、静かに気持ちが乱れないようにタイミングを計ります。参謀に手を伸べたとことか、腹に短刀を突き刺したときとか、その辺の申し合わせはあるわけですけども、私は参謀に手を伸ばしたところを見計らって解釈に行きます。上段からその気を逃さず、ここのところが大事ですね。浅かったら頭にいったら切れません。首の関節の間ですね、そこを間違いなく切って皮を残したのを引き落とす。そしてあとは念仏を唱えるような気持ちで静かに血流し、さらに血の上、敵意を持つというよりも、もうそういうことなしに静かにやる、これが解釈順当です。この順当は、日頃の演舞とかなんとかではあまりやらない方がいいと言われてもおります。